はい。というわけでね、こちら音声入ってますでしょうか？ちょっとね、いろいろやるとかやらないとか言っといて、結局やるというね、ちょっと無責任極まりない行為でしたけれども、本当にその辺は、あれ、まあ、謝罪いたします。はい。まあ、本当にその辺は申し訳ございませんでした。いろいろご迷惑をおかけしちゃって。まあ、というわけでね、予定通り、まあ、とりあえず早速、Apple の WWDC のライブですよ。始めちゃいましょう。というわけで始めちゃいましょうか。やっぱね、僕はね、こういうツイキャスとか、そういうライブではね、やっぱりその、顔出し NG なんで、もし顔映っちゃったらまずいなっていう意味もあって、こういうラジオ配信させていただきます。はい。今ね、こちらGT ライブの方をチェックしているんですけれども、しかも今年はあれなぜかその、いろんな YouTuber さんがライブしてるというね、54分なんで、あと6分前後で始まるんじゃないでしょうかね。というわけで、まあちょっと、もう本格的にこっちもスタンバイしましょうか。というわけでね、GDGT の方ちょっと僕も確認しましょう。ちょっと今、ムネさんの方のライブもなんかいろいろやってるみたいなので、僕はちょっとよくわかんないですけども。あと他に噂話もしてみますとですね、なんか iPhone5S のことも出るんじゃないかなっていう、そういう噂もあるらしいんですけども。あ、そうだ、あとなんか噂でによると iOS 7、僕が今日出したあの動画にも iOS 7のこと語ってますけれども、iOS 7はどうなるかねっていう、セブンってね、なんかかっこいいじゃないですか。だからなんかかっこよくするみたいな、そういう、アンドロイドに惹かれるみたいな、そういう話あるらしいんですけどもね。ですね、今、ティム・クックさんが、あれやってる、説明してる姿がちょっと映ってますね。はい。あと、なんか WWDC の姿が画面に映ってますけども、キーノートで、やつで映ってますけども、ちょっと今僕あれ、ムネさんの方のライブもちょっと見ながらやってるんですけども。結局、新製品とか、なんとか言ってますけども。何が出るんでしょうかね。ちょっと新しい MacBook Air の話が入りましたね。ちょっとこれは本当に目切り替えよう。よし。あ、多分これでもう Mac の話は終わると思います。確かに MacBook Air のこれ新 MacBook Air ですね。多分これレティーナディスプレイになるんじゃないですかね。確かに電池持ちがすごいらしいですね。一日中持つっていうのはちょっとすごいですね。それはすごい。満充電のままやると一日中使えるっていうのはそれは本当にすごいですね。値段が出ましたね。新 MacBook Air の11インチが 128GB で、999ドル。で、ですね。なんだっけ、13インチの 128GB が、あれ、1099ドル。値段が本格的に出ましたね。MacBook Air 発表してくるっていうのは結構、すごい。確かに Mac Pro 出ましたね。ちょっとこれは、俺今 Mac 持ってるんでいいですけど、ちょっと一応見ときましょうか。こういう形じゃない。球体だ。丸だ。すげえ。さっきのなんかいろいろこう、配線がつながったとかが出てたの、あれ中身ですね。うわ、すごい丸いですね。結構大胆に斬新に来ましたね、アップルさん。うわ、すごい。うわ、かなり大胆に来ましたね。あ、ちゃんとサンダーボルト新しいの来ましたね。形とか変わったら困るな。形変わんのかな。多分変わらないだろう。変わんないでほしい。iOS 7のことについて、7のことについて、New iOS についてなんか言ってますね。お、着きました。ついに来るよ。お、来ましたね。よし、来ました。iOS 7、来ましたね。すごい、シンプルだ。すごい、iOS 7来ましたよ。お、早速来たよ、iOS 7。いいね、いいね。何なんだ、次の機能は。なんか iOS 7の
ロゴがちょっとシンプルですね。ついに来ましたよ、iOS 7。ウルトラセブン。iOS 7ちょっと変わってない？ちょっと変わりすぎだろ、いくらなんでも。何これ、ちょっと待って。これ iOS 7？iOS 7のなんか今詳細映ってるんですけども。何ですかね、この iOS。うわ、すごい。ちょっと待って、スライドが下になった。うわ、下からか。うわ、すごい。ちょっと待って、これかなり大きな変化だ。ちょっと待って、アイコンがかなり変わってますね、全部。うわ、すごい。何これ。うわ、何これ、すごい。ちょっと待って、これ、アンドロイドに惹かれてるな。うわ、通知センターがちょっとすごい変わってんな。うわ、ちょっと待って、これ、ギャラクシーみたいだな、これ。これが iOS 7。変わりすぎですね、いくらなんのデザイン。うわ、これが。うわ、なんだよ、これ。これはちょっとすごい変わってんな。お、来ましたね。よし、来ました。iOS 7、来ましたね。すごい、シンプルだ。すごい、iOS 7来ましたよ。お、早速来たよ、iOS 7。いいね、いいね。何なんだ、次の機能は。なんか iOS 7のロゴがちょっとシンプルですね。ついに来ましたよ、iOS 7。ウルトラセブン。うわ、何これ、すごい。ちょっと待って、これ、アンドロイドに惹かれてるな。うわ、通知センターがちょっとすごい変わってんな。うわ、ちょっと待って、これ、ギャラクシーみたいだな、これ。何これ。変わりすぎですね、いくらなんのデザイン。うわ、これが。うわ、なんだよ、これ。背景画像が 3D 化できるらしいですね。うわ、すごい。うわ、これはちょっと、iOS 7ちょっとやばいよ。うわ、どうしよう、これアップデートしようかな。ちょっと、まあ、アップデートいつからかまだ言ってないんで、いいですけども。うわ、これは興奮するよ。うわ、すごい。うわ、すご。何これ。iOS 7やば。電卓っていうか、キーパッドもすごいし、電卓もすごいし、もう、やばい。これはやばい。もうこれ完全に Android のあれみたいに Wi-Fi とかが、そのアイコンでオンオフができるようになんだ。うわ、それはいいな。うわ。